国鉄 D51 形状機器関社国鉄 D51 形状機器関社498号機社、赤復帰当初の D51498。ナンバープレートは形式入りの大型のものを装備。スノープラウは冬季限定取り付けの設定で、オンシーズンはスノープラウの取り付けはなかった。1995年末からはナンバープレートは、 現役時代当時の形式なしのものに戻されており、スノープラウも1998年以降常備化。2015年下半期以降は、夜間営業に対応できるように副党の LP405 型を追設。現在の陶器はこの姿となっている。D51-498 は、東日本旅客鉄道が、胴体保存する蒸気機関車で、日本国有鉄道の前身である。 鉄道省が製造した D51 系蒸気機関車の一両である。D51498 は1940年11月24日に鉄道省高取工場にて落成し、高取から近い岡山機関区に申請配置された。後に、水田平長岡第一直越二新津、坂町と各機関区を点々としていた。先は、 国印から1955年10月に、郡山工場で C58103 のものに交換されたことが分かっている。当の C58103 は1972年に廃車後、岩手県一ノ関市の一ノ関文化センターで保存されている。なお、新ー時代には、同じ JR 東日本で復元された C57180 と同時に所属していた時期があった。 また、後の1972年に、梅工事蒸気機関車間に胴体保存され、現在山口線で保存運転を行っている C571 とも同時に所属していた。このため、1966年から1969年の3年間は、くしくも3代の復活無式が同じ所属で活躍していたこととなる。さらにその前の平機関区所属時には、 梅工事蒸気機関車間にて、胴体保存されている8630と、銀河鉄道39のモデルともなった C6248 の2台と同席しており、当機は多くの名声ある機関車との関わりを持っている。1972年10月に、鉄道100周年記念で、八甲線にて運転されたイベント列車の牽員を、最後に運用から外れた。なお、配置は、 坂間地関管区のままで、高崎第地機管区には、貸し渡しとされている。その後、同年12月1日に車席抹消となったが、同日に、群馬県都根郡月夜の町に対応されることが決定し、4日後の12月5日に、上越線五管駅前にて、生体保存された。胴体復活初日 EF5861 を、従えて、 オリエント急行を牽引国鉄分割民営化後の1987年10月 JR 東日本では地域密着をテーマに蒸気機関車を復活して走らせようとの動きが持ち上がった。折から横浜市の港未来21地区で1989年に開催される横浜博覧会の事務局から品川博覧会会場館を SL 列車で運転したいと正式に申し入れがあり、これに間に合わせるため SL の復元計画が JR 東日本内で正式に決まった。これにより、関東地方に保存されている様々な生態保存機をリストアップし、調査の結果、交通博物館に保存されていた C57135 が一番よく整備され、保存状態の良い機関車であることが判明した。 JR 東日本は、この C57135 の復元を行おうと、したが、SL の代名詞的存在であり、最もポピュラーなデゴイチを走らせることが、地域密着を図る上で、最も効果的であるという当時の社長、住田昭治の判断によって、C57135 の復元は見送られ、D51 型を復元するという方針が決定した。 改めて調査を行った結果、茨城県の D5170 と、この D51498 が、同形式で最も状態の良かった機関車となった。そしてこの選択では、標準型である陶器のスタイルが一番馴染み深く、愛されるという理由で498号機が選ばれ、陶器の胴体復元が決定された。1988年3月に、 五感駅の生態保存場所から、また戦士、DD51 型に牽引され高崎運転所へ、その後6月12日に、同じく DD51 型による牽引で、大宮工場へと改装され、胴体復元に向けた大掛かりな復元工事を11月25日までに完了した。その後、胴体保存機として車席が復活され、同日付で正式に、 高崎運転所に配属となっている。復元に際し、できるだけ原型に近づけるために全消灯の変更、デフレクターバイパス弁天剣口の並行、キャブ屋根延長部の切除、蒸気ドーム前方手すりの小型化、テンダー注油タンクの小型化などの工事も行われている。また、ボイラー保護のため使用圧力を、所定の1 5ラム平方センチメートルから1 4ラム 平方センチメートルに下げて使用されている。運転速度もメインロットへの負荷を軽減するため、高崎地区での運用時は時速50キロメートルまでを最高運転速度としている。当初予定されていた横浜博覧会での運転は諸事情により中止となったが、その代わりに当時来日していたオリエント急行88の国内ラストランに合わせ、上野大宮間館で 当該列車を経営し、復活記念の運転を行うことが決定された。1988年12月23日 EF58-61 を補機として、後ろに従え、全部本向きとして先頭に立ち復活をアピールした。この運用に限り、テンダー側面には来日したノスタルジーイスタンブールオリエント急行に使用されているワゴン利客車の側面エンブレムを模した。 特別塗装が施されていた。この際、後ろの EF5861 は赤羽駅での遅延回復による後押しを行った程度で、それ以外の区間はすべて当たり機の単独建員によるものと語られている。その後は、車席の再登録が行われ、JR 東日本の顔として、主に上越線の SL 奥戸根号を中心に様々なイベント臨時列車に起用され、 東日本全域で運転されている。特に注目されるものとしては、現役時代の縁の地である、新潟地区にも C57-180 の代行運転などとしても使用されることがあるなどが挙げられる。また、イベント列車以外でも高崎運転所構内のほか、SL 群馬水上用区間の上越線、高崎水上間や SL 薄いの新越本線、 高崎横川間で SL 運転手育成のための乗務員、訓練運転に使用される機会も多い。1989年6月には同年8月31日に ATSP 型が全線に導入されていた京葉線の蘇我新木場間で同期を使用した SL コニカ号の運転のために保安装置の設置工事が大宮工場で行われ、テンダー工部に 銅像地の電源が追設され、本部機関史跡の加減弁の上に ATSP 型表示器が設置された。また ATSP 型の専用車上紙は仙台車上部に設置された。なお ATSP 型の車上紙は1998年頃に銅像地の改良工事が行われ、カモフラージュ及び車上紙保護を兼ねてスノープラウの常備化を行っている。さらに、 2000年代に入ってから仙台地区と新潟地区に普及している保安装置に対応するため2006年12月にこれまで使用していた ATS-SN 型から ATS-PS 型に改造・変更された。2010年春の中間県サビ市工事では防護無線装置の更新が図られ首都圏地域で普及しているデジタル無線への置き換えが行われている。 2013年4月の全般検査出場では、テンダーに変化が見られ、テンダー内部のタンク水容量の残存状況をデータ化するための装置が、重油タンクと ATSP 型電源箱の間に追設、ATSP 電源箱自体もそれに合わせて更新された。同時に、当期の旧型客車の牽引に備えて、蒸気暖房設備の再整備を実施し、 暖房ジャンパ間の取り付けが復活した。運転室内部では速度計の更新を実施、C6120 や C57180 同様、ATSPS 型の速度検知に対応した電気式速度計となった。また、LP403 型ヘッドライトへの交換が行われている。この時、ヘッドライト上部に日差し状のつらら切りを装備した特殊なスタイルとされたが、 2008年5月から7月にかけての中間検査営実工事で外され、より往年の状態に近いスタイルになった。なお、2015年5月には、同15日に初めての夜間営業となった SL 容疑者薄いの運行のために、新たに LP405 系ヘッドライトを追加装備したが、副明かり取付台座自体は、胴体復元以前から設置されている。 正面のナンバープレートは、復活時には赤字に金抜き文字で形式入りの大型のものであったが、1995年12月頃に形式のない往年の状態のナンバープレートに取り替えられた。その後、赤や緑のものや青字に白抜き文字のものなど何種類かのナンバープレートを取り付けた状態も過去に見受けられた。赤は、 奥とね10周年の1999年と15周年の2004年に実施。緑も同じく2004年に高崎駅開業120周年記念事業として登場している。水色プレートは2003年のエルスル・ミなカみ物語語で実現した。また、2007年12月のエス。その後、7月19日から9月17日まで。 連続して運行された L&SL オクトネゴを呼び SL みなかみでは期間限定で赤青黒緑の4パターンでナンバープレートの色を塗り替えて運行されている。これは当時水上地区とタイアップしたミニデスティネーションキャンペーンのイベント企画の一つでもあり鉄道ファンの注目を浴びせるための配慮でもあった。なおお盆期間に掲出された青色は前述の エルスル水上物語のものとは若干異なり、小や王子であった。陶器の汽笛の音色は復活以来5回以上にわたってチューニングの変更がされており、復活無式の中では汽笛の音色のバリエーションが一番豊富となっている。というのも、陶器の汽笛水面は膨大な圧力がかかっており、汽笛本体の消耗が一番激しいためで、 特に検査入りの直前ではクラックが発生して、機的水明時にうまくならなくなるなど、安全上の支障をきたす懸念も多い。そのため、変更時に本体そのものの交換が行われている場合もある。その他の外観上の変化としては、2006年10月の全般検査出場の際、スノープラウの右下側に D51498 と記されたペイントが施され、 2007年2月の内房線、木更津立山間の快速、SL 南防走号や、千葉木更津間の快速、SL 千葉 DC 号の運行などで見られた。しかしながら、これは1年間限定であり、2007年10月の、L、L&SL 奥棘号、SL 南上物語号からはペイントが塗りつぶされ、通常仕様に戻されている。なお、復活初期にも、一時期大文字で、 スノープラウにペイントが記されていたこともある。当期は各地での出張運転の頻度からたびたび故障をきたし、稀に運行中止の事態に至る重傷を負うことも珍しくなかった。1997年2月の SL バンダイ、アイズロ号の運転時、道輪周りに深いダメージを追い数ヶ月間、運転不能に陥ったことがある。この際、予定されていた同3月の SLH5 阿賀野号や同5月の SL 秋田号の牽引ができなくなり SLH5 阿賀野号は秩父鉄道の C58363 による大イ牽引に SL 秋田号は運転秒2ヶ月ほど延長する事態となったまた2008年12月には当期は陸空当線で運行を予定していた SL 湯煙号の試運転に向けて小ごた運区にてヒーレを行った際に 指導に当たっていた、機関士の確認ミスによるボイラーの空抱きを、起こしかしつを破損、当時修理には、最大1年半かかる見込みと報道された。このため、猛火鉄道の C11-325 を緊急停廃して、同期を本向きに、候補機には、でー系ディーゼル機関車を連結して外装した。また2009年1月の EF55 ファン感謝祭で、 使用される SL は、SLH5 アガノ号で代走していた C58363 に、同年2月13から15日に、京葉線、内房線千葉港木更津間で、運転の SL 春先取号牽引機は、C57180 に変更された。その後、報道時の半分の9ヶ月で修理が完了した、当機は、 2009年10月1日から11月30日の土休日にかけて、高崎、水上間で運行される SL みなかみで復活することが発表されていたが、実際には少々前倒しされ、9月19から23日のシルバーウィークに復帰した。いずれも SL オクトネ号などにも影響し、電気機関車やディーゼル機関車による代行運転が生じている。 こうした出来事が契機となって、JR 東日本では、予備機確保の下、胴体復元候補となる、全国各地に存在する、生体保存 SL の調査に乗り出すこととなり、2009年6月11日、伊勢崎市の家ゾ寺公園で、生体保存されていた C6120 を3億円を、かけ、2011年を目標に、胴体復元すると発表した。なお、 同期は2011年3月に復元が完了して3月31日付で、車席が復活、同年4月から本線での試運転を開始して6月4日から営業運転を開始している。2010年1月下旬から4月上旬にかけて中間検査 B を実施し、同年4月下旬の SL 雨水から運用復帰した。4月28日には、 高取工場式をイメージした長野工場式終焉装置の取り付け及び後藤工場式に準じた切り取り大型デフことを匠式変形デフへ変更した形態で報道陣に公開されいわゆる重装備仕様となったこの終焉装置及び切り取りデフは同年5月29日から6月6日まで運転された SL 山梨号が 甲府小淵沢間で運転されるのに際し、連続25パーミルの急勾配かつ約1キロメートルのトンネルが存在するシンフな山間を通過するため、その対策を兼ねて心臓、取り付けが行われたもの。これにより D51499 に類似した形態となった。同時にキャブのナンバープレート下に取り付けられている製造名板も新たに製作。 交換されている。この携帯で同年4月29日の SL 薄いより営業運転を再開。また2010年5月1日からの SL みなかみからは D51499 のデフに取り付けられていた後藤工場標準使用者を示すプレートを模した JR 東日本のマークを添えた道輪柄のシールがデフに追加された。 SL 山梨号運転当日は、ファンサービスとして2008年夏で使用された4種類のナンバープレートが1日ごとにリレーし、29日に黒色、30日は青色、翌週5日に緑色、6日は赤色を形出した。この重装備スタイルはその後もしばらく維持されて、同年12月の SLU 煙号、2011年春の D51 番越物語。 同年6月の SL 津軽ロゴなどの出張運転でも同スタイルでの運転となったが同年7月から開幕する群馬デスティネーションキャンペーンに合わせて元のスタイルに戻された。ただしサイド重装備仕様で運行できる要終焉装置の取り付け用お台座及び非公式側から操作できる終焉装置開閉ハンドルテコはそのまま残された。 2013年4月の全般検査室上も、取り付け用台座と運転台、ハンドルテコ差し入り口はそのまま残存し、終焉装置取り付けの準備は確保されている。ちなみに2010年以降、節目の年を迎えるにあたっての特別な装備などは、以下の通り実施されている同期が、翌24日をもって、万70年を迎えるにあたっての装備。この日に運転された、 SL みなかみの列車名を変更。以降、2011年と2013年にも似たような列車名としても走っているが、いずれも特製ヘッドマークを掲げただけとなっている。誕生75年を記念して、復活初期に見られたロットの赤色塗装を復元。なお、同列車運転前の SL みなかみでは、通常のナンバープレートに赤色のロットというスタイルで運転されている。 2013年4月に5回目の全般検査を出場したが、上越線で仕上げとなる本線試運転に手先輪から異音を発するのが確認された。調査の結果、先輪に傷が入っているのが判明し、7月7日の SL 七席みなかみ号で一旦営業運転から離脱し、後に何度か調整のための試運転を重ね、8月13日の SL みなかみより運転再開。 しかしその後も不調が続き、同10月20日の SL グッド群馬薄い牽引中、シリンダーに不具合が発生している。その不具合も解消し、11月2日に運転に復帰した。当期は2013年12月に復活後25年を迎えるため、同年12月1日には D51 復活25周年号として運転され、特別の記念ヘッドマークを掲出し、 旧型客車を牽引した。参考として、これまでの出張運転履歴を掲載する。なお、上越線、高崎、水上間を走行する臨時列車については、SL 群馬みなかみを参照のこと。D51-498 は、多くが、節目の年にあたることを理由とする記念運転に用いられることが多い。また、 デスティネーションキャンペーンのトップイベントとしても使用される。客車は、特機を除いて、ほとんどが12系客車を使用している。内房線、外房線、SL、立山両毛線、SL 本物の出会い土地記号現在及び今後の運転予定、編集2018年9月20日現在の予定を掲載する。当期は、SL み中か及び SL 薄を中心に、 高崎支社管内で C6120 と共通で運用されている。10月より、冬季の復活30周年を記念して、SL みなかみは、SL 群馬みなかみに、SL 雨水いは、SL 群馬横川にそれぞれ解消され、12系客車、旧型客車の車種を問わず列車名統一での運行となる。高崎支社管内、編集上越線、SL レトロみなかみ新越本線、 SL レトロ薄い上越線、SL 群馬みなかみ新越本線、SL 群馬横川上越線、SL 容疑者みなかみ新越本線、SL 群馬県民の日、新越本線、SL 群馬横川イベント出張、編集現在、予定は立てられていない。ありがとうございます。